あれ？私のろうそくがこんなところに移動してる。外の通路に置いたはずなのに、誰か動く。
な声だわ。近い。この子だ。文化人形がまた喋ってる。空気が重たくて一旦最初の教室に一の絵大丈夫か、篠崎。あなたこそ、どうしたの？そんな血まみれで。いや、なんか鉄の金槌を持ったでかい奴に殴られて。平気だ。どこだかわかんねえけど、薄暗い部屋に監禁されてたらしい。足の鎖が外れててな。必死で逃げてきたんだ。どこから？わかんねえ。目が覚めた時には一階の廊下だった。そこまで誰かに運ばれたのかな。もう、いや、誰も死んじゃいや。おう。間違ってはいません。あの子供たちの霊、一人ずつでも全員を安息に弔うことで、彼らの囚われた魂が形成している存在を保つことができなくなるはずです。あいつらを殺した犯人の後悔の声でもできなかったぞ。それあなたを襲った鉄槌を持った男。マジかよ。あの男の霊も暴走しているようですね。見境なく聖者を傷つけている。まずはあの男の霊を鎮めることが急務かもしれません。どうすればいいの？先生が調べた記事によると、あなたの持っているその文化人形はあの男の持ち物です。母親にもらった大事な心の拠り所だったようで、きっとそれを探しているのでしょう。ちょっと待ってくれ。先生って誰？私のことは詮索するな。
めんなさい。あの男の死体、亡骸がこの校舎のどこかにあるはず。それを見つけて返してやれば。いいんだよ。ナホさん。なんだあれ。信用していいのか。ね、でも心当たりもあるの。さっきこの人形が1階を通った時泣いてたの。シクシクって。マジかよ。相変わらず気持ち悪い人形だな。探知機になるかも。子供たちを殺した犯人の死体を探す。ね、動いてみようよ。っていうか、怪我大丈夫？うわ、すごいコブができてるじゃない。金槌の塚がもろに頭に当たったからな。もし先んところが当たってたら死んでたぜ。くそ、殺人判明。たまたま私が包帯持ってたからいいようなものの。巻いといてあげる。お前の階段グッズ助かるわ。
別館なんて。何が入ってんだ？見てくれよ。いやよ、なんで私が。岸沼君が見てよ。気持ち悪いな。うわっ！何よ。見てみりゃいいだろ、自分で。この中で、この小学校にいた、きっと、あの幽霊の名前。篠崎。どうする、それ。きついな。返してあげよう、この遺体の一部を。はあ？正気かよ。目、あったらやばいんだろ。うん、だけど。
この子に、これを返すには、これを見せるには。正面から視界に入れるか。いや、無理だろ。目合わせてこいつに突き殺されたらどうすんだよ。それにお前、震えてるじゃねえか。じゃあ、俺が、やろう。いい。メカ、あっちまった。うわぐ。吉沢亮君。知ってるわよ。あなたの。かわいそうだとは思う。けど、同情はしない。辛いからって、他人を巻き込んで、こんなところに閉じ込めて。大事な、私の友達を殺した。私は、絶対許さない。けど、これはあなたのものだから、返してあげる。ポフの…僕の…お姉ちゃん、ありがとう。なんだ?地震か、ちくしょう。しゃがんでても仕方がないか。ゆか、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。とにかく、ナオミのところへ。携帯じゃないか。
何？サトシ、一人にしないでよ。すまない、ユカを探しに行ってたんだ。そっか、じゃあユカ。いや、さっきまで通路だったところが壁に戻っていて、ユカがいるはずの別館に行けなくなっていた。別館、そんなのがあるの？ああ、やはりさっき俺とユカ、森重のいた校舎とここは、なんとか別空間の校舎に移動する手を見つけないと。そうね。って、お前なんで保健室の外にいるんだ？さっきここでね、黒いモヤモヤした霧みたいな人影に襲われたの。だからまた襲われたら怖いから。本当か？それはすまなかったな。ううん、でもここ何かいるから、あまり近寄らないでおこう。ああ、そうしよう。この仕掛け気づいてたのか？ええ、さっき生徒と一緒に。そっか、俺はユカトだ。頑張ろう、きっと会えるよ。ああ。消えた？何？なんで？何？ここすごく寒い。それに何か匂うな。ま、真っ暗だ。どこかに部屋の電気のスイッチはないか？ええ、どこか、あった。サンキュー。くさい、カビだけの匂いじゃないよねこれ。ああ、
どうしてこんな新しい年代のものがあるんだ。私たちみたいに現代から連れてこられた人の持ち物とか。なるほど、そうかもな。でもテレビに入力端子もついてないし、充電も切れてるから使えないな。天神小学校校長柳堀高峰に寵愛されていたその息子義勝。校内では教師として教鞭を振るい、生来快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から少しずつ自我を失い始める。篠崎、お前本当は強かったんだな。怖がりじゃねえよ。怖かったわよ。今もわけわかんないもの。そうか、でもなんか今の幽霊消えたし、成仏成功っぽくね。大丈夫か。まあとりあえず拭けよ、涙と鼻水。うん、あ、お前俺の制服で。そういうの言わないでって言ったでしょ。ガキかよお前。うわ、ひってぇ。ったく、やべえな。いつもはこんなことするやつじゃないのに。篠崎。